はい、藤井誠でございます。今回はこちらの2点の作品、晴天と月夜という2つの対になった作品をご紹介させていただきたいと思います。こちらは日光の白根山という山の、上ロープウェイで登った先にある風景なんですけれども、非常に標高が高い山ですので抜けるような青空、それを描きたいと思って描きました。そしてまた同じ構図、同じ位置で、時刻を変えて昼と夜との2つ連作で作っております。このような作り方は印象派のモネなんかにもよく見られるんですけれども、同じ場所を描くことで異なった表情を見せる、そういうのを見せたいと思って作りました。ぜひ寝室とリビングなどをセットで飾っていただけたら嬉しいと思っております。以上です。